チーム矢沢健一監督にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。ただ試合中ですね、息をもつかせる白熱の展開になりましたね。はい、ピッチャーの試合が難しかったんですけどもね、かなり非常の采配が当たりました。後ろから当然だと思います。そうですか、そうですか。ただですね、最後の方はやっぱり勝負にこだわったんじゃないですか。あ、こだわりましたね。なんとか岩瀬君にね、いい形で繋げてもらおうと思って、はい、よく伊藤純喜が頑張りました。そうですね、まあ、結果初回の3点もいきましたけど、あえてそういうのを挙げてどうでしょうか。やはり要所で打ってくれましたし、それから何と言ってもね、よそを守ったね、秀則が非常に良い取りましたし、僕のバッティングですか。いや、近藤さんに軍配あげます。そうですか。いや、ただ今日一日の監督として、今日この日を過ごしてみていかがでしたか。いや、まずはこの70周年の、企画をですね、考えて、またご苦労をしてもらった中日新聞社、そしてメディアの皆さんに、お礼申し上げます。そして多くのドラゴンズファンの皆さん、この近江戦に来ていただいてありがとうございます。最後まで楽しかったですか。ありがとうございます。非常に感じられないじゃないですか。気持ちよかったです。今一度勝利監督矢沢健一監督をお願いします。さあ、そして3点目に現れました勝利チーム近藤監督にもお話を願います。お疲れ様でございました。受けました。敗因はどこでしょう。若さんですね。若さん、監督の若さんに負けました。監督の若さ、監督の若さに負けました。采配もすごい感じになったし、それから選手のちょっと人前近い若さの馬力にやられましたね。先手取られてですね、結構追い上げていったじゃないですか。それから満塁の大チャンスもありました、結構やっぱり勝ちたいって気持ちはどうだったんでしょうか。ありましたけどね、後ろの方には一歩とそれだったんですけど、途中で失点したのがやっぱり追いつくと思いますね。近藤さんにも伺います。矢沢さんとの対戦はいかがでしょうか。いや、初めてなんですよね。やってる時に一緒に戦った時に壮烈なホームランをフラッグボールが打たれたら打ったのを私はやっぱり覚えて、あそこからやっぱりね、彼らの首位打者だけに開眼したんですよ。そうです。だから今日このマウンドの上からこれが矢沢だと思ってましたけど。いや、でも本当は我々見てました。今日一日思いましたけど、皆さん現役と変わらないフォームですね。本当にね、近藤さんも思いました。さあ、後藤さんもおそらく98年の横浜の日本一以来のお出しないかと思います。これだけ詰めかけてきた、お客様に一言お願いします。まあ、矢沢監督も言いましたけど、やっぱり今ドラゴンズが弱いですから、なんとかしてやってください。またこのコメントがバズることをお呼びしております。今日一日の動画、よかった。